ん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の16課78番目のビデオ3番、もう一度聞こうの4番目です。このもう一度聞こう何ですか、ね、そうですね、何かなって思いますね。これはね、会話の練習です。でこれは JLPT の N2 くらいですね、の会話の内容になっています。これ、ね、N2 ですね。で N2 の会話っていうと、だんだんネイティブと同じようにね、いろいろな複雑な自分の気持ちを表現したりとかするんですけど、今回はこう、ね、とても悲しい、落ち込んでいる、元気じゃない青木さんですね、男性ですね。ちょっとバイクで事故をして落ち込んでいます。がっかりですね。そしてそれを聞いた留学生の女の子カリナさんが、大丈夫大丈夫ね、そんなね、落ち込まないで元気出してとチアアップ、ね、するという表現をやっていきます。ではですね、まずは、教科書を紹介しましょうね。みんなの日本語、ダイガーでヤップンユ、ダージャーダルーユ、みんなの日本語の台湾バージョンの中級の3です。で、まあ、これ教科書がなくても、ホワイトボードに全部会話、今日やる部分は書いてあるので、あまり心配しないで、ね、一緒にやっていきましょう。で、今日までの、ね、会話ね、やっぱり毎回同じように読んでいるので、ちょっと読みながら、初めてね、見てる人もいると思うので、読みながらやっていきたいと思います。ここまで来たらね、言いますね。では、ちなみにイメージはこんな感じです。留学生のカリナさん、インドネシア人ですね。かなり日本語が上手です。ペラペラですね。それから大木さん、日本人の留学生の、留学生じゃ、日本人の大学生さんです。では、読んでいきます。カリナさんが励ます人で、で、青木さんがなんか元気じゃない人の方です。いきます。富士大学の教室で。おはよう。おはよう。どうしたの？元気ないじゃない。ちょっと昨日バイクでね。まさか事故？カリナさんびっくりするんですね。まさか。まあ事故っていうか、ハンドル切り損ねてひっくり返っちゃったんだ。ちょっと簡単に紹介するんですね。でカリナさんがもっと聞きます。あーびっくりした、あんまり落ち込んでるから人身事故でも起こしたのかと思った。危うく起こすところだったよ。交差点で左折しようとしたら、横から急に自転車が飛び出してきてね、慌ててハンドル切ったらスリップしてひっくり返っちゃったんだ。これ会話のこの流れですね、こうどんな風になってるかちょっとよく見てみてください。最初に全部話しません。ちょっと話すんで、こういうの小出しというね、小さく小さく出す、小出しと言います。小出しにします。ちょっと説明して、そしたら聞いてる人は、それでどうしたの？とか、何々びっくりしたとか、自分の気持ちとかも言いながら、話がだんだんこう詳しく深くなっていくんですね。続きいきます。これ、昨日の部分ですね。ここを知りたい人は昨日のビデオ見てみてください。そうだったの。それで怪我は？膝を打ったんだけど、それは大したことないんだ。問題はバイク。前のライトのカバーが割れちゃって、買ったばかりなのに泣きたい気分だよ。なんかね、青木さんが最初すごく元気ないですね。元気がない。で、どうして元気がないのかっていう、話が分かってきた。怪我はしなかったっていうか、あんまりほとんどしてないんですね。怪我は問題ないんだけど、バイクが壊れた。で、バイクのどこが壊れましたか？聞こえた？そう。前のライトのカバーですね。これ電気があるじゃない？電気にこうカバーがある。で、そのカバーが、こう壊れちゃったんですね。で、そこで泣きたいよと言ったので、で、そこでカリナさんがちょっとね、なんていうか、ちょっとなんていう、怒るじゃないけど、そんなね、泣くなんてね、必要ないよという話をしていきますね。こっからいきます。何言ってるの？大怪我をしなかっただけでも不幸中の幸いだよ。もし人を跳ねたりしてたら大変だったじゃない。まあ、それはそうだけど、バイク屋へ持って行ったら修理に2万円ぐらいかかるって。で、ここまで来ました。ですね。二人の会話がね、続いていきます。まだ続いて、でも今日ここまでやりましょう。ではですね、ちょっと細かく見ていきますね。何言って出るのですね。もちろんここは助詞、何をだよね。何を言ってい
るんですかですね。いるののはんですかです。丁寧形はね、何を言っているんですかをカジュアルに言うと、何言ってるの、何言っているのというのは、あなたが言っていることは正しくないよ、あなたはバカなことを言っているよ、まあね、それはナンセンスだよとか、広東語で言うと、わーい、レイガオチョワーって感じですね。はぁ、ね、You're so silly, don't say that って感じです。何言ってるの？だから何を言っているんですかというのは、あなたが言っていることは、ね、間違っているよ、ね。あなたが言っていることは良くないよというふうに、少しこう批判、非難とか反対意見ですね。私はそう思いませんよ。どう思わないかというと、泣きたい気分ですね。うん、泣きたい気分になる必要はないよ、ね。で、ここからカリナさんがね、励ましていきます。チアアップですね。グリーターとね、大丈夫、大丈夫と言っていきます。大怪我、大きい怪我ね。大怪我で、名詞です。大怪我をしなかっただけでも、不幸中の幸いだよ。ですね。と、ここで、大怪我をしなかった、何々、だけでも、まあ、不幸中の幸いっていうのは、つまり良かったかな。簡単な、ちょっと待って、この簡単な言い方にすると良かっただと思ってください。その不幸中の、不幸中というのは、そうです。すごく悪いことがあった。何があったかというと、そう、バイクの事故ですよね。で、バイクの事故があったんですけど、でも事故はあったけれど、でも一番悪い状態じゃない、まあ、少し良かったが幸いの意味ですね。なので簡単に言うと良かった、何々だけでも良かったというのがよく言う言い方です。不幸中の幸いもよく言うけど、もっと簡単な日本語だとね、何々だけで良かった、例えば、そうですね、今朝ね、大雨が降ったんです。香港ですごい雨が降って大変で、でも大雨で私は、ああ、大変、もうすごい不幸ね。仕事に行くときに、すごい雨でもう濡れちゃうし、もうなんか寒いし、大変だったんですけれども、でも、ちょっとラッキーだったね。今日はたまたま大きい傘、すごくね、丈夫な大きい傘を持ってたので、教科書とかは濡れなかったんですね。で、これで、教科書が濡れなかった、濡れませんでした、ね。濡れなかった、濡れるって get wet ね。濡れなかっただけでも、よかった、ね、不幸中の幸いでした。ちょっとなんか足とか濡れてしまったんですけど、今日はパンツじゃなくて、なんかちょっとスカート、短めのスカートだったので、これではないですね。これかなりカジュアルの服なんです。今日仕事、会社とかに教えに行ったの、ちょっとフォーマルな、でも少し短め、膝上ぐらいのスカートだったので、なんかティッシュペーパーとかでこう足を拭けば、拭くね、ワイプね、拭けばそれでよかったので、これね、そんなに教科書が濡れなかっただけ、ね、不幸中の幸いって、ね、なんか良くないことがあった時に、その中で、まあ、それでも一番最悪の状態じゃない、それよりは少し良かったですね、一番悪い状態よりちょっと良かった、でこれって不幸中の幸いっていうこの単語は、相手を励ます時とか自分を慰めるでね、アンホエだけ、アンホエだって、アンウェイ、アンウェイか、アンウェイズチっていう、コンフォートマイセルフ、ね、の時にも使います、ね。はい、続きいきましょう。もし人を跳ねたりしてたら大変だったじゃないですね。もし、これはもうすごい簡単だけど、もし手、あ、でも多分ね、ちょっと簡単とは言い切れないかな。もし何々っていたら、たらはたらなんですけど、何々していたらというのは、仮想現実という言葉があるんですけど、これね、実際にそうじゃないです。現実と違う。今の本当の現実、リアリティね。今、実際は、人を跳ねる。跳ねるって皆さんわかりますか？ちょっと難しいね。例えばこれが車。で、これが人。ね、で人がいて、車が人を跳ねるというのは、こんな感じ。または、この感じが、ふーん。この run over ですね。中国語知らない。なんていうの？撞人かな？撞人。そうですね。撞人。なんか hit some people。もし人を跳ねたり、これ、跳ねた
りというのは跳ねます、跳ねたり、たりたりたりのたりね。で、跳ねたりなどの意味です。これは例ですね。まあ、跳ねるだけじゃないけど、例えばちょっとさっきの跳ねるだと完全に本当にぶつかるんですけど、例えばちょっと何こうなんかこうちょっとこうスクラッチこするとか、例えばなんだろう、人じゃなくても、人を跳ねたりじゃ、人だけじゃなくて、例えば、なんか店、例えば店にクラッシュイントゥザショップとか、店にこう、入っていってしまう、車でね、バイクで入っていってしまうとか、まあ、事故のパターンはいろいろあると思うんですけど、なんか他の事故、もっと大きい事故のようにね、もし、もっと大きい事故などね、などをしていたら、で、ていたらというのは、現実と反対、実際と違うことをなんかこう仮定してだね、もう if it has happened かな、实际上ね、没有发生的、但是万一とか如果发生的话でね、実際とは違うっていう時に、もし何々ていたらという言い方を使います。例えばね、私は今は今実際にはね、香港に住んでいますね。私は実際に香港に住んでいます。ね、前ね、私ずっと前ね、今じゃなくてずっと前は、香港の次は中国とかインドとかアフリカとか他の国で日本語教師をしたいと思っていたんですね。だからもし香港に残っていなかったら、ね、如果没有留在这里かな、if I didn't stay behind in Hong Kong、ね、と香港にと残っていなかったら、で私はこの友達に会えなかった、 I couldn't meet her とか I couldn't meet him、ね、会うことができなかった、でも実際には香港にいますから、この人と友達になることができました。で、大変だったじゃない。ここも過去形を使う理由ですね。もし何々ていたら何々だった、全部ですね、ここセットで使っていきます。続けていくのね。でも実際にはそうじゃなかった、だから大変じゃなかったという意味で言います。で、このじゃないなんですけど、何々じゃないはと今回の会話ではね、一番最初の部分にも出てきますね。あれ、どうしたの、元気ないじゃないでね、元気ないじゃない、元気がありませんね、私はあなたが元気がないと思います。で、何々じゃない、これね、じゃないじゃないですね、不是、it's not、 ネガティブではなくて、何々じゃないっていうのはそう思いますね、だから私は大変だったと思いますよという意見をソフトに言う、優しく柔らかく、まあ、丁寧というかね、カジュアルだけどね、でもあまりはっきりじゃないけど、自分の意見を言いたいときに使う言い方です。例えばこう飲んでね、あとお茶飲んで、うん、おいしいですね、おいしいじゃない、ね、このお茶おいしいじゃないよ、おいしいですね、おいしいと思いますという意味で使います。の普通形の会話でよく出てくる表現です。まあ、このまあもこれよく会話で使いますね。英語にしたら、英語だと oh well、 well でまあですね、100% 賛成じゃないけど、でそこからですね、自分の、まあ、考え意見を言うときですね、まあそうだね、という感じですね。それはそうだけど、それっていうのは、それは何の話ですか？これですね。この部分です。もし人を跳ねたりしていたら大変だった。もし人を跳ねていたら、それは、そう、そうっていうのは大変のことね。大変だったけど。それはそうだけどというのは、あなたが言っていることでね、あなたが今言ったことは正しいです。あなたの言う通りです。ね、你说的对だね。我同意、ね、I think so too, that's true,、ね、that's true, you are right っていう時に、まあそれはそうだけど、でも相手の考え、相手の意見に 100% 賛成じゃない時、完全に同じ意見ではないけど、でも、うん、相手の言っていることは間違っていないと思う時にはこんな言い方します。まあそれはそうだけど、でもここにけどがあるでしょ、
けど、そりゃそうだけど、てんてんてんなので、まだですね、ここにですね、多分ね、悲しいよ、残念だよ、と、自分の言いたいことをね、言っています。ただ、はっきり言いませんけど。でも、ネイティブだったら、そりゃそうだけど、てん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 ってきたら、あー、でもやっぱり気持ちは変わらないですね。さっきの、泣きたい気分だよがまだ続いています。バイク屋へ持って行ったら、修理に2万円ぐらいかかるって。で、バイク屋ってそのバイクショップだよね。バイクの店へ何を持ってったの？そうです。ライトカバーが壊れたバイクを持ってったんだよね。バイクを持って行ったら、で、このターラーは、これね、ターラー、これ、このタラじゃないよね。ウゴ、イフのタラではなくて、で、何々したらというのは、発見とか分かること、新しいことが分かったとき使います。例えば、これはお、あ、たとえ、じゃ、コーヒー。これお茶なんでね。これはね、麦茶。麦茶って言いますね。コーヒーを飲みます。で、コーヒーを飲んだら、例えば、元気になった。こう、変化とか、例えば、そうですね。こっちの方がもっといいかな。店へ行ったら、ね、休みだったとか、なんか何かしたら、こう、発見する。で、ここではですね、バイク屋へ行くまで、バイク屋へバイクを持って行くまでは、その修理が2万円というのは知りませんでした。ね、わかりませんでしたね。でも、バイク屋へ持って行って、わかった、わかりました。という時には、何々たら、って言って、後ろに分かった内容を言うといいですね。なので、バイク屋へバイクを持っていったら分かったんですけど、とね、修理に、これには目的だよね。そう、修理のためになんですね。に、ね、修理に2万円ぐらいだから、まあ1万8000円から2万2、3000円ぐらいですかね。2万円ぐらいかかる。かかるは、必要ですよね。it cost ね。かかる。で、これ最後は、何々でというのは、そう聞きましたですよね。その店の人、バイク屋の人が2万円ぐらいかかると言っていました。で、多少とか、を、tin shaw で、I heard を、the shopkeeper said、told me like this という感じの表現です。いいでしょう。で、今日ここまでにしましょう。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか？で、これが4番で、あとですね、もう2つですね。ここが5番で、ここが6番ですね。で、ここからですね、カリナさんはとても優しい、性格がいいですね。頭もいいし、日本語も上手だし、とても親切な友達だから、青木さんともっといろいろ話して、青木さん、だんだん元気になっていきます。だんだんちょっとずつ気分が良くなるんですね。これはとても悲しい時、今回の会話って、青木さんはとても残念で悲しいから、それを説明する。ね、で、それを、今度は、カリナさんが慰めてね、大丈夫、大丈夫、もっとひどくなったかもしれないけど、そうならなかったからよかったでしょ、不幸中の幸いでしょ、だから元気出しましょうね、と言って励ましていくという会話ですね。で、ここからもっと次も、明日と明後日もっとだんだん良くなっていきますので、そちらも一緒に勉強していきましょう。ここまでお疲れ様でした。皆さんよかったら下からコメントくださるととても嬉しいです。今のところね、まだメッセージいただくの数がそんなに多くないから、本当に仕事と仕事の間とかね、メッセージ見ながらね、一つ一つ丁寧に読ませていただいて、で、お返事させてもらっていますので、必ず返事します。あ、ちなみに、サブチャンネルの方、このビデオはサブチャンネルにもアップロードしてるんですけど、返事をしたりとか、例えば作文を直したりとかするのは、基本的にはこちらのメインチャンネルだけにします。まさみ先生の日本語教室の方ですね。こちらだけ、コメントに返事を出したりとかしてるので、サブチャンネル見てる人よかったら、メインチャンネルのね、まさみ先生の日本語教室の方で質問してくださいね。では、じゃあ今日ここまでにします。お疲れ様でした。また明日一緒に勉強しましょうね。高評価、ライクしてくれると嬉しいです。また明日ね。じゃあね。バイバイ。